めちゃめちゃ叩かれてます。皆さん気づきましたかマスメディアの報道がおかしな方向に行っていること一体何が真実なのかあの県知事の件。やっぱり何かがおかしい。 連日報道されてる斉藤兵庫県知事の件。関西テレビが矢部市のスキーウェアおねだりの件報道してたんですけど、これが真っ赤な嘘だったことが判明し、広く人々に知られ、今反対派も含めて再びいろんな話が出てきてると。最近だと浴衣祭り事件っていうのがあって、斉藤知事が現場の職員に、まあ怒鳴り散らかしたっていうことが、まあ話ルフされてて、まあこれがパワーの腹だって言われてるんですけど、 現地の人曰く、いや、そんな事実はないよって言ってる人と、いや、私はそれを見ましたって言ってる人が、今ネット上で、けんけんガクガクの議論が行われてて、一体何が真実なのかよくわからなくなってきた。 しかし、メディアがおねだりおねだりと言っていたものの多くが実は私的に使うようなものではなくて、あくまでもサンプルとして受け取っていた説が濃厚で、やはり変更報道はあったのかなと。まあ、一部説によると、この知事の身の回りにいた人々が今までそういったものを受け取ってたんですけど、それがなくなってきたから払いせにっていう説まで出てくるします。まあ、これわかりませんけど、まあ、どちらにせよ、 おねだだり知事のののイメージで行くのが無理だという風になってきたのか今、マスメディアは別の角度から斎藤知事を攻め始めています。それが公益通報保護違反なんですよね。公益通報っていうのは、労働者が事業者の法律違反を告発した際に、その人を守らなきゃいけないっていう法律があって、まあ、これに斎藤知事は違反したから、 やめるべきだ。という論理に今メディアは持っていこうとしてるんですよ。つい最近 TBS のニュースキャスターっていうめちゃめちゃ人気の番組で 安住ア,アナウンサーが内部告発者に対して通報者探しをして一方的に圧力をかけたのが組織として一番怖いって言ってたんですよね。今実はメディアはこの論調で斎藤知事をまあ追い込もうとしてるみたいなんですけど、この話実はちょっと無理があるって知ってましたか系列でちょっと見てもらいたいんですけど。2番目に亡くなった X さん。この方自分で亡くなったんですけど、一部の報道機関や議員さんにまあ文書を配布したんですよ。まあこれ解文書とも読める 個人情報盛り盛りのちょっと危険な代物だったんですよまあ、これを3月20日に斉藤知事側が把握してまあ、調査を指示したとでその結果噂話を集めて作成したと本人から現地が取れたからこれはいけないということで3月の末に X さんを解任したんですよね定年退職も取り消したと で、実はこの約一週間後に兵庫県の公益通報制度を使って通報してるんですよ。これが何を意味してるかっていうと、公益通報保護法以前にもう解任もされてて、メディアが言ってる通報者探しとか圧力みたいなやつって、実は公益通報される前の話なんですよ。だ 明らかにメディアサイドのミスリードがあるだろうと、まあ、その後、結局、停職3ヶ月懲戒処分になって、ご本人は不幸なことに7月7日に亡くなってます。それ昨日の動画で話した通り、本当は百条委員会に出席するつもりで、本人もやりますと。メールで亡くなる日の午前中に、 委員会にメールしたにもかかわらず午後、謎に亡くなくってしまったんですよ、まあもちろん心を病んでおられたのかもしれないんですけどそこにも謎が残りますが。 そもそも今言われている公益通報保護違反では全くなくてもともと個人情報がめっちゃ載ってた怪文書とも言える代物に対して知事サイドがこれの、まあ、ルーフを防ぐことも含めて本人に接触したという話なんですよね。 で、それも噂話をまとめて作ったっていうやばい代物で、そんなもん絶対に止めさせるに決まってるじゃないですか。もちろん本人にも処分が行くはずなんですよ。これの一体何が問題なのか。でもメディアは今、知事は公益通報してきた善意の人を追い詰めた。この一 日本の論理でで行こうとしてるんですなぜなら、おねだりうんぬんの件の嘘がめくれてきたから、ヘラちゃんも言ってましたけど、これ全部デマは言い過ぎかもしんないけど、明らかにおかしいメディアの後押しがそこに 存在するのです。そもそもこの怪文書が巻かれる原因になった一番最初に亡くなられた A さん。この人物はある病で亡くなってるんですけど、まあ、これが斎藤知事のパワーの腹によるものだと認定されているので、今回のこの怪文書を巻くことに至ったんですよ。ちなみに、このパワーの腹が行われた最後の日と言われている6日後に亡くなってるんですよね。これって本当に あんのかなともちろん心に関することだからそれが1日前でも10年前でも一緒だっていう意見はわかるけどこれを認定した医療関係者の方に話を聞く方が先なんじゃないのか百条委員会はそれでも斉藤知事のパワーの腹これを何としても認めさせたく辞職要求をこの百条委員会でしてきたわけなんですけどなんか順序がおかしいし。 そもそも百条委員会はこのパワーの腹の証拠っていうのは集められなかったわけじゃないですか。にもかかわらず今メディアも含めて公益通報保護違反。これで行こうとしてるっていうのがなんか思惑を感じてしまう。もちろんパワーの腹。 の、気質があったことは正直否めないと思う。怒鳴ったりされたっていう人も多くいるし、そこは斎藤知事も反省すべきだし、もしかしたら辞職しなきゃいけないのかもしれないけど、全くやってもいないことで辞職しろって言われたら、 そりゃ本人もカタクナになるよなと思うのは僕だけなんでしょうか。実はこのことを言ってるのって私みたいなドインボー野郎 YouTuber だけじゃなくて法律の専門家も今回のこのメディアの追い込みってなんかおかしいよねって言ってます。しかも柏市の市長、公人もこの件についておかしいって SNS に投稿してました。 本来だったら、この件に口を出すのって非常にリスクあることなのに、なんで柏市の市長もそれを承知で守ろうとしてるのか。そこには闇があるからなんじゃないですか。斎藤知事は兵庫県の県政を変えようとしていたのは事実で、斎藤知事以前の既得権益を切り崩してきたのも事実であると。私は一連のこの流れ、たった一言陰謀論で片付けるには明らかにおかしなマスメディア、そして もちろん私は頭おかしいんで私の言うことは全く聞かなくていいけどあなたももしおかしいって思ったんだったら是非自分の目で手で調べてみてください。まあ、今ねマスメディアは、まあ、この件で一色で色すけど 今月末には自民党総裁選もあるわけなんですよね。なんかまるで視線を散らすかのような今回のメディアの盛り上がりなんですけど、総裁選実は今、当確確実と言われていたあのビニール袋の化身が3位に交代してるって知ってましたか今1番手高市さないさん、2番手石破茂さん、そして3番手にビニール袋のこの3人になっちゃってるそうです。何が起きたのか彼が論議の場であまりちゃんと喋れなかったって っっっってててていいうのがががメディアに乗っちゃゃそれれ原因でで人気が後退したんんじゃないかって言われてるんですよこのビニール袋の化身は、まあ、メディアからもむちゃくちゃ押されてましたしとはいえこの人はメディアに未だむちゃくちゃ押されているんですよこれなんで押されてるかわかりますかって話それは先ほどの斎藤知事がなんでメディアにここまで執拗に追い込まれているのかっていうのと全く同じ理由なんですそこには黒幕が 存在します。ビニール袋の化身が実質増税とも言える公約を話して大炎上したと。それが年収の壁撤廃。働いてる人は全員 厚生年金が適用されるように制度を見直すって言ったんですよ収入の壁っていうのが例えば年収106万円以下の人はまあ、厚生年金を払わなくていいってことになってますまあこれ今ざっくり話してますけどまあこれを撤廃するというのは事実上の増税であると例えば年収100万円の人にとっては9万1500円もの大増税になってしまうとなぜ彼はそんなことを言うのかと まあこれもちろん払う人も大増税ですけど、雇ってる企業サイドにも同じ金額の、まあ被害と言ったら語弊があるかもしれないけど、厚生年金支払いが義務付けられるため、まあこれ社会に大打撃であると。こんなこと本当にあのビニール袋が考えているのかって話。 いやもちろんそうではないと。裏で操ってる人たちがいるんですよ。この年金改革って実は財務省が長年温め続けてきた改革案であり、財務省にとってみれば、不要という仕組みによって守られて保護されている人々。ここから一定の年金を吸い取れないシステムは、まあ、鬱陶しかったんですよね。これを 撤廃させるのが祝願であり、今回総裁選を使って担ぎやすいみこしが見つかったと、それがあのビニール袋で彼にそれを言わしているんですよ。まあ、要するに国民から絞り取るために彼を担いだと。そしてメディアが今なぜビニール袋の化身を押してるかっていうと、それは財務省からの指示だって話なんだだから、 減税を唯一公約に入れていた青山茂春さんの総裁選立候補の話は一切メディアに乗らなかったでしょそういうことなんですそもそも日本が長年経済成長できていないのは財務省の舵取りのせいだとそれはあえてそのようにしているんだと国民から搾り取るだけ搾り取ってじゃあそれ一体どこに使ってんのか本来は税金搾り取ったら日本のために使うはずだけどそうではないとそれは 某国の国債を買い支えさせられているんですよ。そんな話聞いたことないっていうあなたはぜひ特別会計で検索してみてほしい。日本国には裏会計と呼ばれるものが存在し、それは国会の審議を通すことなく、官僚の間だけで完結するお金の流れが存在するんです。その多くは天下り先などに流れてますけど、全てではない。じゃあその全てでないお金はどこに行ってるか そういうことなんです。これを暴こうとした国会議員は過去全員潰されているし、なんなら命を取られてしまっているんです。それぐらいやばいのがこの特別会計であり、それを牛耳っているのはどこの省庁か。そして今回総裁選をメディアでプッシュさせているのは誰なのか。これ全部同一人物なのです。そして話戻りまして、斎藤健知事を今追い込んでいる勢力は誰なのか。まあ、湾口利権じゃないかっていう話があって、 外閣団体にメスを入れようとしていたのがこの斎藤知事であり。そして彼の出身母体はすでに斎藤知事に辞職勧告を示していると。これは自身らの意思に沿わなくなったからなんじゃないですかもともと斎藤知事は神戸港を某国に渡そうとしてたんじゃないのかって今ネットではささやかれ始めているんですよ。これなぜならば某国の機関紙に兵庫と某国のパートナーシップを深めたいということを言っていたからなんですけど、まあそれだけで神戸を けけ渡そううととしててるっていうのは考えすぎだと思うけどでも、大阪の某港あるじゃないですか。あそこはすでに某国の大都市と契約を結んでて、そしてその海続きである兵庫の港も、まあ、同じことをしようとしてたんじゃないですか。でも、斎藤知事は様々なメスを入れる凄腕でやりすぎた。現地の利益者たちと衝突しまくって手に負えなくなったから、 メディアを使ってそういうことなのではないのかなと。じゃあその某国との関係性、実はこれ後押ししてんのは誰やねんって考えた時、これね、国をすっ飛ばしてそんなこと決めれますかって話なんですよ。まあアメリカとあの大陸の国って敵対してるって思われてますけど、果たしてそうでしょうかと、根っこのところでは同じ利益を追求してて、 実は一緒なんですよね。ということは、今回の関西の港の利権。これって、じゃあ誰が推進してんのと。それは実は、あの地域政党じゃなくて、そういうことなんですよ。もちろんパワハラがなかったとは言わないし、おねだりがなかったとも言わない。本人にもちろん問題もどうやらあったみたいで、そこは謝罪すべきだし、責任も取るべきだと思う。でも、この、 法的すぎる報道は私非常に違和感を感じてますけど、皆さんはいかがお思いでしょうかということで、ハロー YouTube 下根塚さんのニュースの猫コカバには今日もね、どんぶかやめない、そうかしまった。お姉ちゃんから、お前、小屋のイベント全く呼ばれてねえなって言われて、うん、な、うん、やめてえって思った小屋武ソニックの方なっ,ってまあ、どちらにせよ、の中で笑いにどちらにせよな。 他国の領空に勝手に入ったり、ミサイルを撃ったりしてはいけません。お、おう、いけるいけるお、お、お,おこ、これ、これは、うん、マンモスってこと、マンモス西より。